おはようございます。6日目になります。腹筋ローラー始めて6日経ちましたけど、まだそうですね、お腹の下腹の痛みがありますね。まあ、あんまりやりたくないんですけど、ベンチプレスを含めて、まあ、始めてみたいと思います。よろしくお願いします。Ah.